その割と口が強い人の格闘技経験者率が高いっていうのが結構あったりするんですよね。そのまあ、あのえっ、ー、とねその言い争いになったとしてもあの言い争いの結果相手が怒って殴り合いになったとしても全然大丈夫っていうその,あの殴り合い慣れがあるんですよね。 いやその、相手を怒らせて、殴られたら怖いと思う人って、相手を怒らせない言葉遣いとか、その、自分が正しいという主張をしなかったりするんですよいや。怒られるということが嫌だから正しい主張をしないっていう。でも、その、別に殴り合いになったとしても、仮に殴られたら警察型になって、自分のが有利になるし、これで医者料もらえたら、働かなくてもお金もらえるんじゃねっていうのになるので、 その格闘技経験がある人って、その言い争いで相手を怒らせるとかって、全然そのデメリットだと感じないんですよね。